おはようございます、武比健です。本日は水曜日でございますね。何にも関係ないお話なんですけど、明日から2月じゃないですか。で、2月の3日から島村ってあるじゃないですか。あそことちいかわがコラボしてちいかわグッズがいっぱい出るらしいんですよ。ちょっと行ってこようかなと思いましてね。近所にあるんで。いやートレーナー買っちゃおうかな。そんな感じでね、どうでもいいお話から本日も作業に入りたいと思うんですけれど、ちょっと作業前にね、ちょっと一件行ってこなければならないので、先にちょっとそちらに行きたいんですけど、でその前に、行く前にちょっと宅配の荷物が届くはずなんですけど、僕ずっとここにいるのに、なぜかいつも不在通知書っていうのが入ってて、そこに今電話をしてたんですけど、何にも出ないんですよ。で、佐川急便なんですけど、その佐川さんのトラックが横のコンビニに今止まってるんですよ。でもエンジンかかってるけど運転手さんがいないんだよ。多分あれがそうだと思うんだよ。まあそんな感じでね、どうでもいいお話から本日もね、ちょっと作業に入りたいと思いますけど、本日もつまらない動画になると思いますが、皆様最後までご視聴よろしくお願いします。おい、佐川さんどうなってんだよ。はい、今行ってきました。ちょっとまだね、荷物がでかいのでね、車の中に積んでおります。置き場所がないんだよな。どこへ置こうか。ちょっとアストロちゃんに積んでおきます。それで帰ってきたら荷物が届いてみました。ちょっとね、開けてみましょう。どれどれ。はい、これが説明書ですね。着物帯高価買取。これあれじゃねえ、うちのおふくろのあれ買い取ってもらったとこじゃない。あれビビったよ。よいしょ、これですね。こんだけかな、こんだけだな。ちょっと見てみましょう。この3つですね。これをですね、ちょっと説明書を読んでみます。ここに書いてありますね。武比健さん、お忙しい中すみませんが、どうかよろしくお願いいたします。全然忙しくないから大丈夫です。ちょっと前にやったお車ちゃんのオーナー様で、コンチキットを取り付けた。で、そのお方からのちょっと依頼品で、ちょっと加工してもらいたいということなんですよ。ベルトバッグ。クルの裏側に根元で3箇所カット、根元に3箇所カット。あ、これを切っちゃえばいいんですね。これをここの、はい、わかりました。で、こっちが根元付近で2箇所計4箇所カット。あ、これも切りゃいいのか。出来上がりましたら金額とお振り込み先口座をして送ってくださいと。いやー、こんなお金いらないですよ別に。この切るだけでしょ。これで金もらえたらバカラッキーだよね。いいですよ、こんなタダでやりますよ。なんでこれちょっとね、ペンペンって切り落としたらまた包んでお送りしますんで、錆止めとかもいらないよねこれね。ただ切るだけでいいですよね。こっち側までバキッと割れたら嫌だな。これは何に使うんだ。多分ご自分のお車ちゃんのカスタムに使うと思うんですけどね。でちょっとちょこちょこっとやっちゃいますか。ほんで送るか。ちょっと待っててください、作業着に着替えてきます。よっ、はい、こんな感じで、よいしょ、保護して固定して、カットしてーと。メモね、どこ行っちゃったのかな。拡大鏡を今つけております。あれ何かな。ちょっとギリギリまで行くか。裏だから他のとこちょっとこう傷ついちゃってもいいですよね。こっちも削っといてやるか。ギリギリまで削るんですけど、そうするとちょっと周りにね、3段の歯の傷がねつくんですけど、まあ裏だからいいと思うんですわ。よし、これでいいかな。もうちょっとこれ平らにしてやった方がいいだろう。どうやってくっつけ方も書いてあるんですけど、あるところにピトってくっつけるって書いてあるんだけど、何でどういうふうにくっつけるのか書いていないので、
ちょっとだから裏面だからね、あれだと思うんで、もうちょっと削ってあげますね。よし、これで平面にならしたので、両面テープでも接着剤でもどっちでも多分つけれると思う。はい、次これ。これね、プラスチックじゃないかなって思うんだよな。プラスチックでペチンってやれば切れんのかなと思ったら切れないんでなんだろうこれ、材質鋳物かな。傷はつくけどね、これで切ろうかと思ったんですけどね。じゃあ切るか、しょうがには。はい、いいと思いますよ。んだあれ、どこ行った。はい、当たりません。大丈夫です。はい、大丈夫です。よし。オーナー様、完成しましたのでお送りいたします。よし、住所は、字が読めないなこれ。あ、ここに書いてあるか。これでちょっとこの箱をそのまま使わせてもらって、はい、では送られてきた箱の中に梱包をし直しまして、新聞紙でくるんでまた入れてと。よしよし。はい、それでは今から、ヤマトに送りに行ってきます。オーナー様、料金は別にいらないです。こんなんでお金もらえたらね、私は今頃豪邸に住んでおります。ちょっと切ってきます。はい、そんな感じで、出してきました。ただこれ手書きでこうやって書くんだけど見えなくてさ、最近参ったな、目が悪くなったな。一応ですね、長坂様、明日到着、送料は840円だそうです。よいしょ。また何かありましたら言ってください。さあ作業やるか。さて、それではフォードちゃんの方の作業をやっていきましょう。さっきね、あの取り行ってきたのはサバーバンちゃんのあの天井です。うん、あの結局こっちが塞いだじゃんね。で、天井の方にもこういうあの穴が開いてるんですけど、あのそれをね作り替えてもらって出来上がったっていう連絡が来たので取り行ってきました。ただ大きいので置き場所がないから、ちょっとアストロちゃんのところに置いときますね。もうね、天井は張っちゃってももう大丈夫なんで、ね、そっちの方もちょっとやっていくんですけど、色はね、まだちょっと塗らないでおきますけど、ちょっとね、こっちのね、フォードちゃんのボンネットのね、塩梅をちょっと見たいんで、ちょっとやってってみますね。こうね、離れてみるとわかるんだけど、あそこだけがビヨンって曲がってるんじゃないんだよね。うん、ここがこう曲がってるように見えるでしょう。でもここが曲がった衝撃でね、こっち側にもねダメージが来てるんで、よいしょね、まあ分かる方は分かると思うんですよ。そんなのいちいち説明しなくても分かるよってね、うん、思うんでしょうけど、ここをまず最初にどこを戻していくかっていうと、やっぱこの辺だよね。この辺の歪みをちょっと戻してってやって、で、鉄ってさ、もう、これもまあ、誰しも知ってることなんですけど、やっぱり、叩いて、元戻したりするんだけど、叩くってことはさ、元々の鉄がやっぱりこう、厳密に言うとね、伸びてくってことなんですよ。叩けば叩くほどね。それやりすぎちゃうと、ビヨンビヨンになっちゃうので、なんつって言ったらいい？ね、わかる人たちと会話しよう。で、ああいう風になっちゃうじゃん。で、それをどこまでで抑えるか、まあ、炙ったりなんやかんやもすればいいんだけどさ。で、おそらくここが正規のラインでこう来てるから、もうここからバーンってひしゃげて、この曲がってるやつもこっちへ来てるよね。まあだからちょっと地味にやるしかねえな、これもな。ちょっとやってってみようかね。あんまりまだ派手にガッツンガッツンやりたくないけど、軽くちょっとね、どんな塩梅かを見ていきたいんですよ。どうする？ダメージ少ない方からいく？同じようなもんだけどね。あとこう
そのダメージのせいでこう切れちゃってるとことかもあるから、そういうのは最後にね溶接したりするんだけど、まずこのへしゃげを直していかなきゃなんないので、実につまらない動画になりますよ皆さん、覚悟してくださいねちょっとやっていこう。はい、それじゃあですね、助手席側の方からいこうね。あ、ここも切れてるな、だけど切れてる、ちょっと待って、メガネを買いに行ってきましたないとだってもうどうしようもないんだもん。どこ行っちゃったんだろうな。こうカメラに映るかな、ここが一番大きな歪みじゃんね。うん、でもここがこう来てね、塗装割れてるから分かると思うんだけど、こうやってダメージが来てんのよ。でこう来てるので、ここもこう来てるので、ここの力がかかっちゃってここにも来てる。だからこの辺全体よね、ほら分かる、ここがこう角が出てるでしょ、うん、どういう順番で力がかかってたかっていうのがこういうの見ると分かるんで、ここなんだよな、ここ、こう来て多分限界まで上がってバシバシバシって来て力がこう逃げてってると思うんだよね。使うのはあの一番広いやつ、あ、台に使っちゃってる、一番でかいやつだから、こいつ、この2つの当て番をまず使います。使うハンマーはこの4本、これでいきます。まず4番アイアンからいきます。いや、ちょっとこれガタガタしちゃってるな、もうね、ここまでダメージが来てるとね、結構遠慮なくいけるんですけどね。ここをだから一番最初にガンってきたのがここだから、で12345ってきてる。だから最初に行くのはやっぱこのでげえとこか、ここ、ここだな。まあまあ来てるな。結局なんでここにさダメージが来ちゃったかっていうと、裏に骨組みがあってここが支えられてんじゃん、それでここに来るんだよね。まあ当たり前のことだけどさ、まあまあ広範囲に行っちゃってるかあー、やっぱそうね、ちょっとここ行ってみますね。この端から行くと後で困るんで、ここからです。でもここだけ直せばいいということではなくて、ここを直すためにはつなげていかなきゃならないので、ダメージの始まりがここなんだよね多分。よいしょ、ここなんだよな。ここは単なる R だよな、R になってんだよな。そうだよね、フォードだからこうだもんね。よいしょ、ちょっと待って、熱い。ここの曲がりはどこからの衝撃でした？ここだよな絶対。うん、このね、キロのキワがね折り返してプレスになってるから、ここは叩きたくないんだよな。こっちを叩きたい、できればここで直したい。ちょっと待って、真下からか。ああ、こうなってるけど、ここもこう、もういいや言ったってわからんだろ。なんとかこれを直したいな。
細かくいくか。この辺がもうちょっと、あ、ほらほら、ここ、このラインで来てる。このラインで、何言ってるか分かんないよね。このラインで盛り上がりがある、隆起してる。ちょっと細めでいきます。細かくあっちこっちにダメージいっちゃってんな、これやっぱり。音の違い分かりますかね、ここと。違うでしょ。で、これをね、長い範囲じゃなくて短い範囲で合わしたいから、これでいく。こっちの方がいいな。変わったでしょ、音が。いいね、いい感じできてる。ここだけ、この短い範囲だけ直したい。細かくね、この範囲だけでブニってなってんのよ。わかる、わかる。ほら、ここ。よし、戻ったぞ。よし、出た。で、ここは戻ったんだけど、そうすると今度その歪みがこっちへ COS してくるから、なぜかっていうとこうなってるから。なんで今度はここが直ったから、ここがちゃんと直せるってことです。おお、いいね、出たね。あ、出た出た。ここだけ、あとここ、こうなりたいんだよね、多分。うん、何やってるか分かんないと思うんですけど。この説明で分かる人いたらすげえよ、逆に。よし。で、まだ引っ張られてるのはおそらくこうなりたいから、ここか、ここか、ここだ。でもここを直すためには、この辺を行かなきゃなんない。よし、こっからどうやってやるかな。袋になってるんですよ。まだまだだよ、まだまだ。言っとくけど、ちょっと待って、感覚で行きたい。ここに一本筋入ってるな。ここでダメージ来てんのか。そうとか。端の端はなんとか助かってくれたんだ。ここだ、ここ。2番どこ行った。あ、いた。ちょっと待って、今日の動画はどうやって編集すればいいんだ。ここに線が入ってんだよな。ここ出過ぎ。ほらね、いい感じで来たでしょ。俺しか見てないか、見えてないから分かんないか。ここちょっと、もうちょい へこんでたんじゃないかな、本当は。ちょっと待って、フォードちゃん、このフォードちゃんのボンネットのこのクイっていう立ち上がりがここなんですよ。
でここからあとは丸く曲面でつながるようになってるはずなんだ多分。うん、おい、だいぶ戻ってきたでしょ。どうよ、ここをちょっと最後の最後にまたやるんだけど、だいぶ戻ったよ。大まかにはこんな感じだよ。よし、ちょっと見ますか皆さん。はい、ちょっとね分かりづらいと思うんですけど、あのさっき言ったフォードちゃん、あのこうなってるのが終わるのがこの辺なんですよ、この辺。うん、でここから後ろは曲面で、まあ、もうちょっと厳密に言うとこの辺かな、この辺からね曲面でつながるようになるんだけど、元戻りました。それが、いやまだやるんですよ、まだ全然やる。大まかに元戻った。あのこういうベコンってへしゃげてた状態が今治った。である程度の局面で今つながってるね。うん、最終的にここ全部塗装剥がすんですけどね、黒い色が残ってた方がね分かりやすいんですよ。分かるかな、この映ってる蛍光灯のあの、まあ、真っ直ぐではないけど、もうすでになんとなくこうなってるのがこう分かりますね、こう分かるかな。うん、で横から見てくれると分かるんだけど、ビヨーンって言ってたのがちょっと元戻ったでしょ。でまだ角度ついてるね、これはここがねもう切れちゃって中の袋の部分がまだ曲がってるから、そこを直してあげればグッてくる。ここは溶接しなきゃダメだな、でも切れちゃってるから。でこっちから見てみましょうか。こんな感じになってたらですよね、あの本当だったら多分局面でこう来てるはずなんだけど、ここからダメージがあるとだからビヨンって。でこっち側もそうだったんですけど、ある程度元に戻ってんの分かりますかね。こうまだやるんですけどね。でさっきも言ったようにこの一番端の端は折り返されててプレスされてるもんで、ここはねちょっと気をつけてね慎重にやんなきゃならない。バコバコやるとここ潰れてっちゃうから。でおそらくなんだけどね、もう気持ちここが R になるはずなんですよ。こういう風に治るとこういう感じでね、こういう風に。でそれを完璧に直すためにはこっち側からのここもうちょっと叩きたい。こっち側からのよたくりを直しながら来なければならないので、ここから先は本当に細かいハンマリングで行くしかありませんね。あとここを先に直す、わかる？ここのちょっと待て、電気、わかりますかね。ここがビヨーンって曲がってるでしょ、ビヨーンってね。ここを直してこいつをここをコンドラインとこういうふうに合わせてあげれば、この横端が直るんで、そうするとここのからの歪みが直ってってここがつながる。何言ってるか分かんないですよね、でもそういうことなんです。ちょっと待ってね、ちょっとそこやっていく。あちょっと休憩していい、疲れた、だいぶ元戻ったよ、こう。うん、まだまだよ。はい、雨が降りそうなんで先にくーちゃん散歩に行ってきました。それで冷静になってみるとまたねいろいろ分かってくるんだけど、やっぱちょっとここがまだ低いのよ、それはね、この裏側で、この辺もまだ低いな、なんとなく分かるんだけど、この辺がこういう範囲でちょっと低い、ここをもうちょい出してあげる。でそうすればここがちょっと盛り上がってくるんだけど、そのためにはやはりこの辺だね。でこの辺が出ればこうなって沈み込んで、ここを叩いてあげればここも上がる。そうするとこの辺がちょっと下がると、うん、こんな感じだな。よし、ちょっとやっていきますね、つまんないでしょ。